この番組は視聴者のためにパチスロライター木村魚拓が私利私欲をして大当たりと女の子のすっぽんぽん、そうスロとエロの融合を目指し奮闘する前代未聞の番組である。魚拓と成瀬の月とすっぽんぽん、もういいじゃん、グイッチョペロッと、すごいよ。小学生並みの頭脳を持つ矢部はさておき、今週もムフフがすげえぞ。スペックをご紹介します。上から84、59、85の D カップでございます。差し押してんじゃないのこれ、59とか見てみましょうか。じゃあまずは本当は84、76、89みたいな、誰みたいなね、誰みたいなのが出るんじゃないの。今までいなかったじゃないですか、その剣刺すやつ、なんだっけあれ、何それ、あるじゃん、こういった、黒ひげ、黒ひげみたいなの出るんじゃないあれ、さあお呼びしましょう、倉持凛さんです。わー、確かに黒い、こんにちは。かわいい黒ひげ。何それ？かわいい黒ひげって何？なんかもう香りが違います。何の香りします？なんかね。香りしますか？うん、あのすごいシーブリーズの頃、あの高校生を思い出すような香りが。甘酸っぱいやつ。もうめっちゃきますねこれ。でも私確かにすごいいい匂いする。うん、新潟の海で長野の女子をナンパした時を思い出しましたちょっと田舎じゃないなおいつでナンパしたことを思い出しましたこれ。めっちゃいい香りします。いい香りしますね、パパストライクさあ対決対決、今回の騎士はお色気要素も満載、真田純義ラブストライクともう一台、人気アニメのタイアップ機テラフォーマーズで勝負。でもなぜ2機種もあるのか、これには月スポ史上初の複雑なわけが。私死んじゃう、そんな一撃で死ぬ家に出たら帰らないんですよ。帰らない。じゃあもしじゃあナウさんに、いや そんな俺ゴキブリじゃないって大丈夫です黒いじゃないですか、黒いから。じゃあもしですね、あのじゃあナウさんが仮に彼氏がいるとします、はい、彼氏の、はい、まあ浮気相手が家にいるのと、うん、ゴキブリが家にいるとどっちがいいですか。全然浮気相手で大丈夫です、そこまですか。浮気相手40人くらいいてもらって大丈夫です。本当に無理、本当に無理。今日みんなに言ったのテラフォーマーズだったらマジで来ないって絶対に絶対に打たせないって言われたの。なんで私絶対に打たせないって言ったの。じゃあ勝てよ。勝てないもん、そういう時に勝てるよ、大丈夫。ダイダ出してもいいよ、ダイダ出してもいいよ。で、勝った方が好きな台を選ぶこの勝負にやっぱりナルセが負け、ナルセ収録休んで帰宅か。ルールはシンプルに、実戦終了時点で獲得枚数が多い方が勝利。魚拓の頑張り次第では倉持凛ちゃんがセクシーショットを届けてくれるぞ、ご期待あれ。さあ今回はなんかいつもと違う感じですね。さあ2種テラフォーマーズと真田純義で、俺まあどっちかといえばこっちの方が、ちょっと興味があるんで、じゃんけんで勝ってテラフォーマーズを選択しました。イメージとしては何に近いのかな、バジリスクに近いですかね、キスナに。とここで超負けず嫌いの成瀬、まさかの行動に出た。テラフォーマーズ撃つの、うおー、テラフォーマーズ撃つって、くそこれがテレビじゃ。え、どうしたていうか、なんでこれ撃ち始めたの。あっちは撃ってない、多分やめがちょっと怒ってるよ、お前が、え、どうした、可愛くない、見てるよ、めっちゃココミンのこと超見てる一方魚拓は4連をかけた継続バトルへ。頼む、うわー、マジか、3セット3連射で252枚、
復活した。誰だ誰だと。いえ、虫かよ。かわいいよ、ほら見て、ツヤ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 。じゃあ触ってみたら、ツヤツヤ。可愛くない？可愛くないよ。ART 復活も4年で終了した魚拓。しかしその直後、さあチャンス目。お、また滑ってきた。チャンス目のジゲームにスイカでベルで、おお赤だ。これ下は弱いんですけど、赤だったら当たる可能性は十分である。こうチェリー、まあここは次行くよな。さあここ、あこれは当たった。ああ出た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 。え？ただだよなだよな。出たよ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 。はい、出ました。座って。はい、もう一箇所まとめようか。これが出たらなんだっけ。これが出たらゴキブリちゃんをもみもみできる。言ったよな。こんなムフフさんにさせるなんてひどい番組だよな。ゴキブリだからな。私だったら絶対嫌だもん。これを退治してくれってことだろ。さあすごい笑顔だよ。ああおっぱいにゴキブリつけたらすごい笑顔だよ。よかった、任せて。プロだね、寛大だね。